皆様こんにちは絵画コット,カイトリプロ稼働でございますこちらの作品はですね、長谷川清さんのお作品でございます。長谷川清さんのこれは、ラフの同版画でございますけれども、まあ、長谷川清さん、日本でもあのもちろん評価されてますけれども、フランスでもですね文化勲章を取るなどして、非常にフランスでも評価がされた版画家の一人でした。 特にこうあの黒い、えー、前頭的なですね銅版画のいわゆるメゾチントというですねあの黒いバッグこれはまあ,あのちょっと白なんですけども、えー、黒いですねバッグのメゾチントという技法をですね、えー、確立させたということでもあ、まあ、復活させたですかねでもあの非常に評価が高くてですね、えー、非常にまあこう手作業で一つ一つ チップを入れていくのにです、ね、時間がかかる作業なのですけどもその綿密な作業をです、ね、こなすというところがです、ね、長谷川作品のまあ大きな魅力でもあり現代の各芸,芸術大学にもそういったメゾシンと志す学生たちもたくさんいますけれどもそれのお手本になっている作家でもあります。 私ども絵画高等買い取りプロでは長谷川清の作品、えー、ちゃんと評価して、えー、お答えしております特に、えー、こういった同版画もそうですけども、えー、メドチントの作品もですね、えー、高く評価して,お,答えしてお,お買い取りしておりますのでぜひお問い合わせいただきたいと思います。 長谷川清の作品お持ちでしたらぜひまずお電話をいただければと思います。こちらのフリーダイヤルまでお電話をいただければオペレーターが丁寧にご案内もさせていただいております。